電車教育を受けていない19歳よりも与党の支持率が低かったと報告されています。より正確な情報を得て自分の頭で考えれば正しい判断に至ることが若い人でも可能なのです。私たちの運動はそのためにできることをしていきましょう。悪事をいつまでも隠し通すことはできません。政権は地下クラブを使って、あるいはインターネットのアルバイトやボランティアを募って、戦争で金儲けのできる一部の人たちにだけ都合のいい情報を流すことができるんです。福島や沖縄についての正しい情報は流しません。しかし他のルートで正しい情報が拡散されることを 100% 封じることまではできないのです。スタクラブに利用されていない海外の有名なマスメディアはこぞって日本でカルト的な極右勢力が台頭していることを正しく報じています。国連の特別報告者は日本のマスコミが政治的圧力によって極められていることを公式に報告しているのです。日本は国連を敵に回してどうするんでしょうか。強行採決から1年、憲法を無視した不法な措置の繰り返しがあまりにも多くなりました。今まで聞かざる言わざるを決め込んでいた人たちもさすがにおかしいことに少しずつ気づき始めています。武器商人だけが儲かる仕組み作りが日本の本当の国益を損なう形で、また世界の準備の福祉を害する形で捨てられています。たくさんの会の呼びかけの多くはすでに有名大学名誉教授になっている人たちで、ノーベル賞の受賞者や日本学士院会員といったこれ以上出世しようのないポジションにいる方が何人もいます。この人たちは何か自分の利益のために声を上げているのではありません。正しいことを皆さんに伝えようとしているのです。最高裁判所の元裁判官の先生方も同じです。その方々の言葉を信用できます。私たち聞き込みを通じて、またいろいろな媒体を使って、今ここに来ていない人たちに呼びかけていきましょう。私は今43歳です。僕たちはもう亡くなりましたが、徴兵にあって東南アジアで参戦し、幸いなことに生還して戦争のことを話してくれました。父は家が空爆で全焼して焼け出され、地域住民の多くの方が亡くなったという。これはこれからの日本で現実に起こり得ることなのです。お待たせしました。前の方について、最近ある弁護士さんの仕事を話していたら、なんとその方は弁護士なのに安保法制が施行されたことも知らないんです。あなたの息子さんが平凡に暮らせるかもしれないよ。そんなことに思いもよらない人がまだたくさんいるようです。一人ずつでも少しでも正しい情報を伝えていきましょう。マイナスになることはありません。必ずプラスの効果です。大きな成果を目指すことも小さいことも積み重ねからです。手を携えて一歩一歩着実に進んでいきましょう。ありがとうございました。小平さん、ありがとうございました。続きまして、立憲デモクラシーの会立教大学の西谷修さんです。お願いします。立憲デモクラシーの会を呼びかけ、立教大学西谷といいます。本当は立憲デモクラシー、本当は山口博人とか中野浩一とか、もっと異性のいいのが出てくるといいんですでも今日はね、ちょっと両方とも、別2人で出られなくて、で私が会いに来たんですけど、でも去年からのこの神奈川に集まる人たちの盛り上がりっていうのを何が支えたかっていうと、別に名のある人たちではなくて、一人一人がそれぞれの声を上げるっていうことから始まったんですよね。それで特にそのシールズの子たちがそうだったんですけど、必ず自分の名前で、物言いで一人一人が集まってきます。そういうのが去年の大きな、この1年前の大きなうねりを作ってたはずです。それと立憲デモクラシーの会というと、憲法学者とか政治学の人が多いんですけど、私はそういうのは、素人なんですね。そういう意味でも
ここにいる多くの人たち、大多数の人たちと、まあ、立場を共有していると思います。だから仕事さえ話をさせていただきます。そうするといろんな配慮はいたしません。先ほど岡田元代表がお見えになってましたけど、政権交代とかあるいは一挙に政権交代は難しいかもしれない。でもね、安倍内閣を倒すときに一番力になるのは野党第一党なはずです。この野党第一党は新しい党首を選んだ途端に迷走している。そしてこの前、参院選で多くのメディアが改憲勢力が3分の2を越したって言いました。ひょっとするとこのままだと4分の3ぐらい越しちゃうかもしれない。それでいいのかっていうことですね。ということは国会の中では、あるいは国会議員のうちでは、今何が争点なのか、市民が何を求めているのかっていうのをまだ徹底して分かっていない。我々は何を求めているかというと、国がもう一度軍事化して、ね、もちろん安保法制も取りました。そして先ほどから話題になっているスーダンへの派兵っていうのが日程に上っています。それだけではなくて、我々学者の世界でも大学の研究を軍事の方に向けていく、あるいはそちらに対応してきているのは予算誘導でやっている。そして産業経済界の方では、産業を軍事の方にやっぱり向けようとして軍事産業の振興を盛んにやっているわけです。そういうふうにして日本の社会の根底から軍事化っていうのが進んでて、その行き着く先はっていうと、国が国民に物を言わせることです。戦争っていうのは何かっていうと、まず戦争の一番の特徴はね、その時集団というか、その時国家があらゆる個人に優先して個人を従わせるということです。そしてそういう国家を今安倍内閣が作ろうとしている。それは自民党の憲法草案を見ても分かることです。だからこれを食い止めるには、つまり我々市民が何を求めているかというと、そういう国家の軍事化と、そういう国家の改造、要するに国民が国家のために働かなくてはいけないような、そして国が国民の面倒を見るのではなくて、国民を国家の道具に使うような、そういう国にしようとしているわけです。それは憲法が変えられる前から今進められている。だからそのことに対して、それが一番の分水嶺なんですね。そのことに対して市民は声を上げている。その市民に押されて去年の国会は盛り上がったけれども、今状況どうなっているかというと、国会の中はこの市民の声をあまり理解しているとも思えない。もちろん共闘しなきゃいけない。でも共闘はどういうことかというと、我々が国会議員を動かさなくちゃいけないということです。だからさらに断るごとに、こういうところに今日も2万人集まってくれてると言いましたけど、断るごとに我々一人一人がここに集まって、断るごとに国会に圧力をかけて、で断るごとに状況を政治状況を変えていくっていうふうにますますやっていかなくちゃいけない、そういう状況だと思います。だから我々も立憲連合の会の魅力ながらできることをやっていきますから、皆さんも共に一緒にやっていきましょう。立憲さん、ありがとうございました。ここで少しアナウンスを伺っていただきます。雨が降って大変気温は寒くなっています。体調が悪くなってしまった方、オレンジのゼッケンに医療をと書かれた、スタッフが回っていますので、遠慮をなさらずに声をかけてください。よろしくお願いします。それでは続きまして、旧シールズの林田光弘さんです。お願いします。皆さんこんにちは。旧シールズの林田光弘です。安全保障関連法の強行採決から1年が経った今日、総係の皆さんをはじめ
市民が作り上げたこの国際前行動にお招きいただきましたこと、大変嬉しく思います。ありがとうございます。1年間日本国憲法にある不断の努力を行い続けた皆さんの行動一つ一つに心から敬意を表したいと思います。シールズは8月15日をもって解散しました。結成から解散に至るまで多くの方々に支えていただきました。この場を借りて改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。私たちは個人の集合体としてシールズを作りました。そしてシールズのメンバーとして行動する中でも私個人の思いを尊重しながら活動を続けていました。シールズという集合体はなくなりましたが、自由と民主主義を守るためにそれぞれの現場で私たちは活動を続けています。さて、強行採決からこの1年間を振り返ってみたいと思います。採決後、安倍首相は国民の理解を得られるよう説明を続けていくと約束されました。これまで違憲であった集団的自衛権の行使容認の根拠は未だに私たち市民に、国民に説明されてません。法律を作る理由としていた日米関係の強化による抑止力の向上も機能するどころか、むしろ東アジアの状況は悪化しています。違憲の立法を違憲のまま押し通し、憲法をないがしろにしたこと、法を作ることによって抑止力が高まるという機嫌、これは改めて政府の説明責任を追及しなければなりません。残念ながら政府は説明責任を果たすことなく、具体的にこの法律の運用を始めています。 PKO での駆けつけ警護のための訓練も始まりました。駆けつけ警護による自衛隊のリスクは十分に議論されていません。戦場という生死の境目に立たせる自衛官の命を奪われるリスク、命を奪うリスク、その両方に対して現政権の対応はあまりにずさんです。このままでは現場の自衛官が無責任な政府のもと危険な目に遭うことになります。この法案について考えることは言うまでもなく、一つの命について考えることです。向き合うことです。具体的な細かい議論も当然重要です。しかし私たちが忘れてはならないのは、この法案が違憲であるということです。違憲の法案は違憲なのであり、具体的な議論の前に見直すべきは違憲のまま放置されているこの現状についてです。憲法は私たちのこの国の根幹です。憲法が定めた普遍の誓いを生かしながら、私たちがどうやって平和を守るのか、気づくのか、改めて考えていきましょう。武力ではなく対話による安全保障とは具体的にどのようなものか、包括的な議論をして、そして提案していきましょう。そうすれば東アジアに対する外交や安全保障の今の現状とは大きく方向が変わってくるはずです。さて、民進党に新たなリーダーが選ばれました。野党共闘は安全保障関連法に、そして安倍政権にドンを突きつけるための重要なことです。民進党は野党共闘を引き続き維持していただきたいと思います。私は市民が現状に嘆くには早すぎると思ってます。私たちにはここに集まった皆さんのように共に立ち上がる仲間がいます。そして何よりこの国の憲法はまだ死んでいない。私たちはこの憲法を生かすことで戦います。路上に出て意思を示しましょう。一票を行使しましょう。肯定していただくことなく考え続けましょう。野党共闘を推し進めましょう。私たちはいつまで諦めてない。何度だって言いましょう。終わってんならまた始めればいい。ありがとうございました。